今日のこの景色のように浜を照らす光に。おはようございます。おはようございます。いわき市の赤井岳薬師常福寺を訪れたいわき FC の選手とスタッフたち。昨シーズン J3 参入1年目ながらも優勝と J2 昇格を果たしました。90分間止まらない倒れないサッカーに加え、今シーズン掲げるスローガンは容赦なく必要なを意味するリレントレス。待ち受ける J2 での厳しい戦いに向けて今日は必勝祈願を行いました。久しぶりよ。旧いわき平藩の安藤家が出陣前に行っていたとされる勝ち塗り。去年は J3 優勝を叶えた験担ぎで今年も頂点を目指します。42回全力で戦うと、でその先に、また違った、景色が出てくるんじゃないかなと思いますので、とにかく1試合1試合頑張っていきたいと思います。自分たちがどれだけやれるかっていうのがすごい楽しみでワクワクがありますね。シーズン通して、せっかく挑戦するんだったら一番上を目指していきたいなと思ってます。いわき FC は来月18日ホームで藤枝前 FC との開幕戦に挑みます。